中島明穂7月5日昭和36年11月30日は、明治時代から昭和にかけて活躍した、至上派の日本画家。東京四谷で、旧佐賀藩士の司法省検事、中島青友の長男として生まれる。本名、次郎。明治35年7月に、東京美術学校日本画科を卒業。明穂は、川端玉章に師事し演算派を学ぶ。納富海次郎の勧誘で、あるいは城塚武俊、富山の美と心に録された次郎の長女、久井の証言によれば、父と同じく佐賀出身の大隈重信より3年のみと勧められ、同年7月に富山県高岡市の県立工芸高校に赴任する。明治35年から昭和2年まで25年間に、及び後進の指導にあたり、富山県の美術、工芸において大きな足跡を残す。明穂は教え子をはじめとした多くの人に慕われ、今でも高岡に多くの作品が残っている。妹福の夫、細谷鹿母学は、乾漆工芸家としても知られる彫刻家である。絵画は人格教養の反映であり、優劣を争うものではないとの考えから、展覧会には作品を出さず、清新な画法と独自の教授法をもって生徒の絵画指導に努め、約60年にわたり日本画を描き続ける。作風はきらびやかな色使いと余白を生かした構図が特徴であり、事物を明確な輪郭線を用いず色調の濃淡によって表現する朦朧体を駆使し、写実と心象風景からなる作品を多く残している。美術の恩人中島明穂26年間で逸材、育てる、富山新聞2008年3月10日、藤井基彦、百武健康筆、少女秀作と、中島青友、百武兼行の油絵発見北日本新聞、2005年10月12日、42763号。ありがとうございます。